皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年6月の27日、17時7分、今回の都知事選でですね、まあ僕としては推したいところは、推したい方は、石丸さんですね。短いコメントしか、ほとんどの方見てないんですが、特に最近テレビ壊れましたので、最後の方に、未来の人たちに資源の分配をと、そういうふうなことをおっしゃってましたので、石丸さんかなと、思いました。他の方、そういったことを一言もおっしゃってないんで、いろんなところで喋ってる内容とかを確認しなきゃ、わからないことなんですけども、その手のことをほとんどの方がおっしゃってなかったので、私としては石丸さんですね。以上です。多くの皆様で、そういうまともな、人たちを、応援していただけたらなと思います。年齢とか、党とか、そういうことじゃなくて、言ってる内容で物事を確認すると。そうじゃなかったら、ただの癒着の世界だけで、自分に、まず、お子さんがいらっしゃる人たち、お孫さんがいらっしゃる人たち、もうエネルギーないですよ。1998年ぐらいの頃に石油の技術的採掘可能埋蔵量は69年分ぐらい、ガンダムの生みの親と富野さんが、現役の頃、仕事を頑張ってた頃、その頃残り80年です。先々までずっと掘っていくことを想定していて、今地下1万5000メートル以上の深さまで掘っています。で、限界地点っていうのはある程度読めています。で、消費量云々等がありますんで、消費量はずっと年々加速してるんです。車作りすぎて。で、2011年のデータが、残り59年分で、2022年のデータで、残り54年分です。ないものはないんです。私の家の方では安倍晋三さんが総理をしていた頃、2期目ですね、長期政権の頃、泣きながらないものはないんですっていうことを、ないものはないんですよっていうことをね、おっしゃってた映像っていうのが、私の自宅の方には流れてきています。これは世の中の現実ですんでね。あと年齢的に高齢者の方に投票するのはもうやめましょう。それはもうそういう年齢の人たち、理由は2つあるんですよ。能力的に衰えてきてるのと、あともう一つはどうしても自分が生きてる間は石油とかガス輸入できるだろうと。ガスの技術的採掘と可能埋蔵量は残り49年分で、天然ガスの7割以上は石油の揮発したものです。一緒に採掘してますから。で、あとは地下の中で気化したものが、そこはガス田として扱われているだけです。特に年齢でいうと、もう50代後半の人を選ぶのはもうナンセンスですね。世の中のことが見えてない。ただ権力に対しての癒着構造でしか動いてない人たちだけは投票しに行ってる。これは現実ですよ。実力とかで物事を見ないと、言ってることがまともなのかどうか、何をしてきたかで、なすべきことを社会的地位が高い位置にいて、なすべきことをなせなかった人たちに投票しても全く意味ないんですよ。あとはもう高齢者の人たちは無理です。その職についてから高齢者になるんですから、ある程度の任期こなしてもらわなかったら、なってからなんじゃないとわからないことだってあるんですから。だから40代後半か50歳ぐらいの方を、知事市長もそうですけども、あと国会議員の方たちは早い方でしたら30後半ぐらいからじゃないですか。ただ20代とかは早すぎますよ。世の中のこと右も左も分かってないまま海外に留学して賢くなってきた気分で、国会議員、家計で、絶対無理です。そのような人見てみなさい。もう万博開いて、東京オリンピック開いて、その責任誰が全うしました？世間に公にして、でしょ。できてないんです。何にも9600億円以上税金使って、オリンピックっていうものはそこの国がお金を支払って海外の人たち誘致してるんです。せっかく選手とか
で大量のエネルギーの無駄遣いで、オリンピックの件に関しては、まあ、これは天皇家の人たちにも、マクロン大統領にもメッセージ送ってますけども、今年はフランスで、オリンピックありますから、もうそこで大会終わったらもうオリンピック開催宣言しましょうと。でその場に佳子さまが連れて行ってくれたらいいと。それを自民党ができるかできないかですよ。それで本当に社会のために生きてきたかどうかはそれで分かるんですよ。僕を連れて行くかどうかで、これは僕は20歳ぐらいの頃にマクロンさんと会って、多分マクロンさんもフルーツラッパーが来ていたでしょう。1998年ぐらいの頃、エネルギーの残存量問題を軸にして動くっていうことでみんなで約束したんですが、その後世界の上層部になれた方たちも含めてオバマさんもその中にいました。アメリカの元大統領、黒人初の大統領、マクロンさんは僕と同い年ですから、僕今年47歳なんですけども、それぐらいの年齢層の人間がしっかり動いて、で上の方の年齢層の人たちはその言ってる内容にしっかりと従うと。エネルギーの残存量問題を理解してる人間の言ってること、上行ったら上行ったでがんじがらみになるのは分かってますから。党とか入ってしまうと力関係云々先輩後輩があるから、だから外部の人間が言うしかない。でその内容に合わせてみんなが動くしかない、これしかないんです。以上です。あとはまあまあ、そのマクロンさんとか、あと、まあ正直、世界中の政府上層部とか、各党の人たちの後押しが欲しいですね。もう、石油の技術的採掘可能な埋蔵量が2022年の時点で残り54年分まで来て、オリンピックってもうパッパラパーがしてることしか、パッパラパーがね、お金稼ぎしたがって、知ることですから、そのつけ、しっかりと金銭的にも支払ってもらわなければならない。で、そういう人間が高級車とか乗り回してたんですよ。許せますか許せませんか、もうこの2択なんですよ。それで消費税上げてたんですよ。自分たちオリンピック開いといて。高所得者の人しか海外行かないですから。年金2000万かけて、1月の支給が15万円です。でそこまでたどり着けてる人は男性でも 50% ぐらいです。昔からですよ。女性では3割ぐらいです。これが社会の現実です。30階建てぐらいのビルとか、僕は子供の頃はほとんど世の中になかったんですよ。30階建て以上のビルっていうのは。30階建てぐらいのビルで、商業施設とか、まあ、国関係の行政でもいいです。エレベーターが6機、8機ついていて、しょっちゅう、こう、エレベーターが稼働してるようなところ、年間電気代1億円超えます。で、それは、それだけ大量のエネルギーを消費してるっていうことなんですよね。もう1980年ぐらいですよ。東京都庁真上にあんなに高いビル建てたの。僕1977年生まれなんですけども、その僕が生まれてくる前から人口少子化始まってるんですよ。僕が20歳ぐらいの頃テレビのニュースは中国は一人っ子政策一人っ子政策って言われてたんですよ。満州国と朝鮮半島と日本と台湾で合わせて人口は1億人ちょっと、それは1億2000万人の話なんです。数字変わってないでしょ。行政がずっとほったらかしちゃったんです。2050年ぐらいにはその一帯の地域で人口7000万人ぐらいになるっていうことを言ってるんですよ。だから中国はもともと 5億人もいないです。大体3億人ぐらいです。国土面積見たら分かりますか、満州国ってかなり広いですよ。日本の北海道も本州も四国も九州も沖縄も足したぐらいの面積です。で北京のすぐ近くです、中国の首都の。じゃあ人口多いはずですよね。まあ、そこから南の方はその気候的にまあ過ごしやすいですから、北京より南の方がまあある程度 の, その人口の分布はあって、日本は中国からも野菜とか輸入させていただいている立場ですから、だから国土面積と比例して農作地帯、農業がかなり発展しているところは日本よりもさらに人口少ないはずなんですよ。日本の本当の人口は多分4000万人いません。3200万人ぐらいです。で日本の政府上層部の人間をしたり、台湾の政府上層部の人間をしたり、韓国の政府上層部の人間をしたり、中国の政府上層部の人間をしたりとか、それ昔から行ってるんですよ。だから世界で見ると一人なのに、二重国籍三重国籍になってる人がいるから、人口統計が世界でその人は一人しか存在してないのに二人とかそういうふうな形になるんですよ。それも理由の一つとしてあります。極度の少子化が40年間以上続いた状態で、
じゃあ、本当の人口を見たときに、実体経済からかけ離れてる。で、無理やり消費税を上げていた。これが社会の現実ですんでね。そういったところ、例えば石丸さんが東京都知事になって、オリンピックの危機に関する条例を、あれをまあ、廃棄してくれたらまあいいんですけども、それなくなったら、とりあえずオリンピックを誘致することは日本はなくなります。だからいいんです。何千億円もお金、つぎ込まなくていいですから。で、世界中飛び回っている人が増えたのは、スポーツが発展したからです。それと、あと工業問題です。エネルギーがたくさん消費したのはね。世界中で車の生産を止めなきゃならない。日本国内で僕は河川を撮影とかしに行ったときに、あ、これはもう日本国内で、不法投棄されている車がまあ1万台ぐらいはあるなと。これは現実です。人口3200万人ぐらいでですよ。ほったらかしです。それプラスオートバイとかですよ。自転車とか。まあ大体どこの国も同じような状況だと思いますよ。人口表記が間違えてるからですよ。多分どこの国も。それするからお客さんがいるだとか変な勘違いが起きる。あと車に乗って自分で歩かないから家がスカスカだな、住んでる人があんまりいないな、建物が建てるのに人がいないなっていうことが気がつかない。だから公営住宅とかでこう50棟ぐらい建ってるようなところで、まあ神戸市北区の唐戸台っていうところなんですけども、まあ唐戸町、実質は唐戸町なんですけども、唐戸団地と呼ばれていたところの、そこの公営住宅もこの間河川の撮影しに行った時に見たら、ほとんどがもう解体が終わった後で、さら地になってましたね。で、そのもう少し、山の手の方に、7階建てか8階建てぐらいのマンションか公営住宅ができていて、もしエレベーターつけられてるんだったら、また行政の分かってない人たちが仕事回したかと。そういう人たちが高級通りだったんですよ。話にならないでしょ。大学行って、大学卒業者だけで自分は実力者だと勘違いするんですよ。高学歴者だって。違う違う。世の中の現実が分かったら、高校までやめておきます。大学なんか行ったら皆さんにたくさん迷惑かけるなって、皆さんの税金使って、さらにエネルギーもたくさん消費する。じゃあ大学なんか行っちゃダメだなって思わないと。これで人間性がわかるんですよ。大卒ばっかりじゃないですか。テレビ出てる人も。選挙出てる人も。で、そういう人たちがグループ化してるから、そのグループ的な行動はやめれないんです。お金の回し合いはね。で、エネルギーの輸入が急に止まって、日本は滅びると。今のところはそういう筋書きで進んでしまっています。確定的な内容はないからなんですよ。一応、イギリスは、私の方からね、安倍政権の時に、安倍さんも知り合いでしたから、ガソリン車の販売、生産を、ガソリン車の生産の停止を、2030年にしましょうと。じゃあ、アメリカじゃない、イギリスは2025年じゃないと、これはもう間に合わないと。いうことを言ってたんですね。さあもう世界中で2025年までにガソリン車の生産停止したらいいんですよ。どうせ余ってるんですから。もう打った後ですから。10年間は乗られますよ。新車なんて。で、余ってその辺に不法投棄されてるんですが、中古車なかなか誰も買わないんですから。まあもう作らなくていいんですよ。で、どうしても仕事で絶対いるっていう人だけ。ほとんどの人は電車バスとかで移動できますもん。日本中とかで。いろんなとこを撮影したりしに行ったから、僕分かってますから。歩くっていう努力ができなくなった人たちなんですよ。車乗ってる人たちはね。だからもう実力はない。で、車ですぐホーンとかクラクション鳴らす人いるでしょ。車の力を自分の力と勘違いしちゃうんですよ。自分から避けたらいいでしょ。ブレーキ踏むか。歩行者優先でしょ。なぜホーン鳴らすのって。あなたが止まればいいことでしょって。あなたがスピードをそんなにたくさん出さなきゃいいことでしょって。まあ、これはこの世の中の、現実ですので、そのエネルギーの残存量問題に、しっかりと取り組もうとしている人が、知事になろうとしているか、市長になろうとしているか、議員になろうとしているか、それを見なきゃならない。投票する人たちは。
で、ちょっと話聞いたりとかしてることを見たときに、あ、ダメだな、この人はっていうのは簡単に分かります。案外、高学歴者の人たちが多いですよ。もう、世界中飛び回ってしまった後ですから、海外とこう今度、つながりができて、そこでお金の回し合いし始めますから。その元は税金です。例えば、最低賃金が上がったりしてますけども、そのために、中小企業等に、助成金、600万円、最大で。雇用助成金とはまた違いますよ。それでも倒産するんですから。だって消費がずっと続いてるんですもん。新しく店を出すような理由なんかどこにもないんですよ。無理なんですよ、それしたら。人口は減っていってるんですから。店を閉じていくんです。人口減ってるんだから問題ないんですよ。まあ、これはテレビ出ていた人たちの報道関係者の人たち、や記事書いてる新聞社の人たちとかも、景気っていうことに関して、言い始めたっていうのは、それは大変、責任あることですよ。責任持ちましょう。だからテレビ出てる人たちの字幕変でしょ。責任を取るでしょ。責任を持つじゃないと。各自が。自分たちでも責任から逃げたがってるんですよ。テレビ出てる報道関係の人たち、全員大卒。もうバレた後。世界中飛び回ってしまった人たち。で、リポーターが現地まで行って見るっていうのも、それはある意味必要かもしれないけども、各都道府県とかその近隣の都道府県にテレビ局があるんだから、そこの人たちが取材しに行って、その情報を東京の人に、東京の人たちがお金払って買えばいいんですよ。行くだけエネルギー消耗するんですから。テレビで本当のことばっかり放送してくれたら事件も含めてですよ。昔の事件を何回も放送するんじゃなくてね。フェイクニュースの戦争を放送するんじゃなくて。それしてくれてたら、僕も、地震の発生した日とか、災害の、本当に発生したんだなっていうことがわかりますから、海外の、災害に関しても同じですよ。絶対にフェイク混ぜたらダメですよ。未来からの時間軸は私、避難を呼びかけてますから。しました。テレビ出てる人たちと国会議員の人たちとか各知事市長でどれぐらいの動画の人たちに言いました、伝えました、返答ありましたか。言葉で返ってきました、返答。それなかったらできてないっていうことですよ。善意があるのか実力があるのかっていうのがそういうところでわかるんです。以上です。ということで、東京都知事選ですけども、なんかね、たくさん立候補者の名前が変に上がってますけども、まあ、ほとんどの人は、ああ、もう年齢的にダメだなって、そういうところですね。あと、各都道府県知事の一覧表を見ましたけども、もう70代の人たちとか65歳超えの人たちがたくさん混ざっていて、もう話にならないですね。本当に自分たちでしていいことと悪いことの区別がついてない。で、この間河川の撮影を住吉川の上流まで撮影しに行った時に、まあ、住吉台のところに凄まじい豪邸が何軒もあったのを見て、あ、もうこれはダメだなって思いましたね。いや、違法行為どうせしてる連中ですよ。退職金とかちゃんと払わないで。法律通りにお給料払わないで。絶対裁判だったら負ける側の人たちですよ。で、人材派遣業法なんか作ったのが昭和63年で、ひどい、賃金叩きっていうのを始めたっていうのが、これが社会の実態で。だから、歴代の総理っていう立場の人たちが、やっぱり僕と会った人たちが総理になってるんです、ほとんどの人は。1998年以降ね。鳩山由紀夫さんもそうですよ。国夫さんもそうだし、淡井圭介と会って話した後、大臣以上になってる人たちは50人以上いらっしゃいます。あと、大臣と同格者の人は知事。あとは、大きな会社の社長さんの集まりの会長さんだけです。その上が総理ですから。まあ、間に副総理がいますけども。だから昔から言ってた河川水門開式ダム、地下水流ストレートトンネル。
まあ、回転扉式発電だとか、かまど発電だとか、メタンガス抽出使用を26年前から世界中で取り組んでいたら、あとガソリン車の生産も制限かけていたら、こんなに悩む必要なかったんですよ。もう滅びる一歩手前ですよ。もう目と鼻の先まで来ました。最後の最後まで売ってくれるわけないでしょ。確約書いくら書いたところで。そこの国民の人たちがね、そこも法律使えるんですよ。自分たちの命を守るために、じゃあね、民法720条の正当防衛、丸1、丸2でもいいです。刑法38条の方でも、正当防衛。ね、自分たちの命を守るために他国へ輸出するのもうやめますって言えるんですよ。そんなに簡単なことが分からなくなってしまうんですよ。常識的に考えて、これはあり得るかあり得ないかっていうことで考えたら分かることなんですよ。まあ、僕の方の訴訟でもすぐに、ね、訴訟費用の給料申請が通らなかった時点で、まあ、裁判官の人も、手順のことにこだわってるのか、自分たちで調査するだけ その法律名とか出してるのに、裁判所が調査する権限とかあるから先に調査してそれから物事をはっきりさせたらいいのに、そういう訴訟費用の給料をつけてあげたらいいのに、ずっと裁判所も遅滞させてるんですよ。河川水門解析玉発電とかの特許の申請料に関して、僕は今まで社会に貢献してきた内容とかを考えると、国がお金払って作って、あの特許申請させてあげたらいいんですよ。で、各都道府県知事とか市長とか、あとは国がその設置を認めたらいいんですよ。あとは会社の登記簿、ある程度のところまで書いてます。登記簿の申請。だけど元手がないから無理なんです、僕の場合今。みんなが僕のアイデアを搾取して、自分たちが金儲けして、そのままほったらかしにして、あと車乗り回して、それ許せる世の中と許せない世の中ありますよ。ということで、まあ私は石丸さんを期待してます。以上です。もう老人選んじゃダメですよ。大した人間いませんから。今まで大したことをしなかったから、むしろ悪いことしていたからこんな世の中になっていたんですよ。バイデンに関してはもう1998年ぐらいの頃からフルーツラバークで僕は言ってましたからね。一部の人の耳には届いてたはずですよ。国とか大企業とかが、電気を各個人とかが売るのを認めないから世の中こんなことになってしまってるんだって。原発動かしたら大したことだとか、大したことかもしれませんよ。だけどもそこもエネルギーいずれの問題なんですよ。ウラン鉱が尽きるのも。昔は5万 kW 級とか30万 kW 級だったんですよ。1秒間の発電量が。それが今、125万 kW 級とかですよ。それが、そういうのが世界中で今稼働しているものも含めて、これから先建設する予定のものも含めると、世界中で今400台だった数が600台に増えるんですから。一気にウラン鉱が消滅しますよ。あ、残り50年。ウラン鉱も耐えれないんじゃないですか。今のままだったらですよ。エネルギーの節約とかそういうことを大真面目に考えるんだったら変わってくるかもしれませんし、自然再生可能エネルギーの伸びと、その河川水門解析玉発電とか略して言いますけども、あと蒲田発電とか、メタンガス抽出所、メタンガス抽出所が26年前から世界中で作っていれば、例えば日本国内だったら10万箇所ぐらい作っていれば、トラックぐらいは今頃そのメタンガスで、まあ、物資を運搬できていると。電車ガラガラですよ。なんかガソリン車の販売を、生産をやめてしまえば、バッテリーが重たい、いちいち交換しなきゃなんない、もともとエネルギーの残存量問題がある、そこまで答えたどり着いた、ああ、電車の方が効率いいわっていうことになるんですよ。第一次世界大戦、第二次世界大戦も資源の奪い合いで戦争が始まっていて、そこからの脱却で考え出したアイデアの効率の良い乗り物が電車なんですよ。何人乗ってるか見たら分かるじゃないですか。車なんかほとんどみんな一人で乗ってるでしょ。世の中自体でこんなもんなんですから。1トンぐらいしますよ。普通車。軽いもので。重いものだったらもっと重いんですよ。高級車。社会のこと分かってない人間ほど金持ちになって高級車に乗ってるでしょ。だからレクサス叩かれてたんですよ。
最初他国で重たい車を作ったから、だから我がの金稼ぎのためだったら何でもするっていうのはそういう自動車メーカーの姿勢だった。昔がそれが F1 とかだった、そういうことなんですよ。ラリーレースとか、まあ、平成31年度の六法全書を見たときに、あのオートレースとかに関する法律とか小型協定かな、ああいうふうな関係の法律は見かけなくなってましたけども、まあ、現行日本法規を見に行かなかったらまあわからない、まあ、あの現代日本法規と現行法規の2種類が昔あったんですけども、ややこしいから安倍政権の時に現行日本法規っていう内容のものに、ね、まとめてもらいました。ちょっとあの本が大きいんでね、あのコピーするときどうしてもこういうふうにあの黒くなってしまうんですよ。ちゃんと閉じれないですから。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。そのご老体だけはもう絶対選んだらダメですよ。テレビのニュースも放送の仕方変になってるでしょう。ジョー・バイデンさんも今80歳過ぎですけども、その多分副大統領の頃の映像を出してきてますね。でまたトランプさんが選挙云々とかそのバカげた話になってますけども、絶対無理ですよ。年齢的に考えたら分かると思うんですけど、最近のジョー・バイデンさんの映像見ても分かるじゃないですか。そのヨタヨタになっていると言いますか、まあ、もう80歳超えてますから、あそのもっとね、40代後半とか50代ぐらいの人間で今まで、実績を積んできた人間がね、しっかりと、議員さんになってもらわなかったらっていうことですね。以上です。